リトルカプリズリトルカプリスの通称で知られるマルケタ・ストロブロバはブルノ出身のチェコのポルノ女優ポルノ映画制作会社を主催する映画プロデューサーストロブロバは双子の妹ルーシーと共にチェコのプルノで育った大学で栄養学を学び卒業した後は飲食業界で働いた2000年代後半から彼女はビデオアートホーランドでローラ リトルカプリスなどの様々なカナを使い、ポルノ業界で働き始めた。ストロブロバは2011年に人不全となり、健康上の理由で一時休業し、会社を離れたが後に独立して活動を再開した。2014年、彼女はミュンヘンの高等外の事業者、ビラ・ローマが運営するインタラクティブなエロティック、オンラインゲームに登場した。その他にも、 例えば、メットアート、ニューバイルフィルムズ、ベイブスドットコム、X アートなどに出演し、2015年には、ランジェリー姿が、プレイボーイ氏の今年のスターの恋となった。2016年8月、ストロブロバは、リトルカプリース、シーズに、自前のウェブサイトを立ち上げた。また、ワービビデオでストリーキングを披露して、清涼飲料水アルムドゥドラの広告ビデオに登場し、また、 アバンアワードでは外国政作の最優秀シーンと最優秀ウェブサイトにノミネートされた。2018年のビリナスベルリンに登場したリトルカプリスとマルチェロブラボー。ストロブロバはポルノ男優、マルチェロブラボーとして知られるオーストリア国籍のマルクス・シュレーグルと結婚している。ありがとうございます。